日田和の心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたします。起立。お願いします。こんばんは、日田和こと日田和坂です。先週の続きです。我が母校野沢北高校の現校長の柳沢圭先生は私の5年先輩です。高校の先生になってずっと野球部の監督をされてきた方です。十数年前に私の講演を当時勤務していた高校でたまたま聞いてくれたんです。それ以来野球部の部員たちに大事なことは野球を通じてどんな人間になるかだよねと伝え続けるんです。で、柳沢先生、時々練習中に部員に聞くんです。ところでお前は何のために野球やってるんだって。そうしたらある時一人の部員が、将来世界平和に貢献できるような人間になるためですって言ったそうです。柳沢先生、思わず笑っちゃいましたって言ってるんですが、その子真顔で言ってるんですって。周りにいる部員もそれを茶化したりバカにしたり、そんな雰囲気は全くないんです。柳沢先生がいつも伝えてる野球を通じてどんな人間になるかが浸透してるんです。2019年に長野県を台風19号が襲いました。柳沢先生、週末にボランティアで千曲川が氾濫した地域に行ったそうなんです。そしたらそこに何年も前に野球部で教えた部員たちがいて、あ、監督さんって声をかけてくれるんですって。それも一人や二人じゃないんです。柳沢先生、旧飯山南高校、篠上高校、小諸高校で監督をしてるんです。その監督をした全ての高校の野球部の子たちがいたそうです。それも何か特別なことをやってる雰囲気じゃなくて、当たり前のように作業をしてるんです。柳沢先生、その姿見て本当嬉しかったって嬉しそうにおっしゃってました。自分が応援されるだけじゃなくて、誰かを応援できる人になってほしい。これが卒業した後も、社会人になった後も教え子に刷り込まれてるんです。柳沢先生、教育者として最高の仕事をされています。私の大事な母校の校長先生なんです。こんな嬉しいことはありません。誇りです。その柳沢先生に、生徒のために力を貸してほしいと声をかけていただいたんです。これが私にとってどれだけ嬉しいことか分かります。今月は2年生に会いに行きます。それではまた来週。